Ladies and gentlemen, welcome to Tokyo Mail Forum 2018. 皆さん、東京ネイルフォーラム2018へようこそお越しくださいました。さあ、これからのお時間は NPO 法人日本ネイリスト協会 JNA トレンドプロジェクトが発信する2018年秋冬のネイルトレンドをご紹介してまいります。なお、こちらのステージですが、写真、動画の撮影および SNS への投稿が可能となっております。どうぞ皆様、お手元の携帯電話やカメラで素敵なお写真をたくさんお撮りをいただきまして、ハッシュタグアルファベットの大文字で JNA カタカナネイルトレンド、もしくはアルファベットでネイルトレンドとお付けをいただきまして、ご投稿をお願いいたします。さあ、お待たせをいたしました。それでは早速参りましょう。東京マスコレクション2018 Autumn Winter。まずはじめに NPO 法人日本ネイリスト協会トレンドプロジェクト長、トレンドナビゲーター木下美穂、そしてトレンドプロジェクトメンバートレンドナビゲーター金子美幸より2018 Autumn Winter ネイルトレンドテーマの発表です。こんにちは。こんにちは、ネイルトレンドプロジェクトをしております木下美穂です。よろしくお願いいたします。今日はナビゲーターいたします金子美幸と申します。よろしくお願いいたします。皆さんご来場いただきましてありがとうございます。もうね、さっき平山さんがペラペラペラって英語できましたんでね、かっこいい、かっこいい。もう Welcome to 東京ネイルコレクション OK そんな感じですね。楽しく、はい、見ていただきたいと思ってますので。そうですね、はい、今日はデモンストレーションもありますし、 それからモデルさんによる思考を凝らしてたくさん、ね、見どころはたくさんありますね、はい、もう朝からね、大変。先生、私ら5時半起きだからねすっぴんだしね、すっぴんだしね、やっとメイクしましたはい、はい、じゃああんまりあれ教えても ね、あれなんで、はい、始めましょうか。始めましょう。今日のステージの目的、はい、まずテーマの発表です。トレンドテーマこちらです。さあ、ということで、2018オータムウィンターのトレンドテーマ、モーブということで発表になりました、はいはい。これには遊び心と品格という、まあ、サブタイトルもついておりますが、まずはこのテーマについてからご紹介お願いします。かしこまりました、はい。まあ、モーブ、もう皆さんね、まずカラーを目に一番されると思うんです。モーブカラーといえば品格ある、まずイメージ一番強いカラーですよね、そうですね。でさらにその中でもやはり大人の遊び心、もうネイルを、ね、知り尽くした皆さんだからこそ遊び心満載のこの品格あるカラーでサロンのお客様を魅了していただきましょうという、そんな思いも込めたトレンドカラーです。そうですね、なるほど、はい。今の大人の品格、それから余裕っていうふうにおっしゃっておりましたけれども、はいはい、これまで、秋冬ピンク、それから春夏ピンクと、はい、来まして、今度はこのモーブカラー、はい、このモーブカラーっていうのも私たちがサロンなどでお願いしやすいと言いますか、もう、そうですね、大好きなカラーですね。 MC のもうね、みゆきさんもずっとやっていただいてますもんね。ネイルファンでらっしゃるからよく分かってらっしゃいますけど、うん、そうですね、やはりモーブってフランス語なんですよね、うん、でもその気品のあるお花から取ったお色って聞いてはいるんですけれども、 そんなイメージってサロンにもなくてはならない感じだと思うので、うん、そうですね、はい、またモーブって言ってもいろんなねバリエーションがあるの で、 そうですね、とても、はい、深いモーブから、そしてネイル独特の透明感のあるモーブ、うん、キラキラしたモーブから、うん、いろんなモーブカラーがサロンで提案していただけるんじゃないかなという感じです、はい、うん、そのあたりがじゃあこの後のステージ で、 そうです、ね、はい、モデルさんの手元で楽しめるということで、そうですね、ぜひご期待いただきたいと思います、はいはい。まあ、大人の女性の上質な品格、そして遊び心というところで皆さんぜひご期待ください、はい。さあ、ちなみにこのテーマを決めるにあたっては、はい、美穂先生、美幸先生、さまざまな方々がこのテーマの決定に携わってくださってるんですよね、はい、そうなんですよ、うん、本当にもうそのある分野のオーソリティな方たちばかりが、ね、うん、はい、
ご意見をいただきながらね、はい、よくこのメンバーをネイリスト協会を抑えたなっていう外部有識者の方々です。もうプロダクト庁の力があると思います。いやいやいや先生2人で口説いたじゃないですかさあそれではそんなファッション、ビューティー、カルチャー幅広い分野から第一線で活躍をされておりますメンバー集まりました。外部有識者の皆様、そしてプロジェクトメンバーの皆さんをご紹介いたしましょう。どうぞスクリーンにご注目ください。さあまずは外部有識者の方から。さくらさん、はい、もうコスメジャーナリストといえば日本ナンバーワンですね。ピカイチのさくらさん、そしてビューティーを語らせたら熱い思いの麻生さん、そしてマーケティングディレクターとしては世界ナンバーを誇る女性マーケッター村上さん、ね、村上さん、そして皆さんもテレビでよくご存知の、男性もねもう本当にあの憧れたホットドッグプレゼンの編集長山田太郎さん、そして、菅野社長、菅野社長レブロンの社長でもありますけれども、ネイリスト協会には、日本化粧品、ね、ユニオン化粧品の、ね、協会の理事長としてもご参加いただいて幅広い、化粧品からのご意見もいただいています。なるほど、素晴らしい外部有識者の方々ですね。いやいやもうね本当にトークセッションがすごいです。もう皆様方一加減ある方たちばかりなので、もうネイリスト協会のネイルトレンドはネイリストのわがままで作ってるわけではなく、はい、こういった皆様方のご意見が大きく反映されて作られてるんですよね、はい、なるほど、もう世の中全体のトレンドをこう巻き込んでテーマが決められていくということですね。そうですね、まずはもう社会情勢が一番大きいの で、 なるほど、皆様のお気持ちをネイルでやはりどんな風に明るく楽しくしていただけるかっていう、そこもトレンドのすごく大事なところだと思ってます、はいはい、さあそして美堀先生、美雪先生の画像も出てまいりましたけれども、はい、この外部有識者の方々にプロジェクトメンバーが加わって、はい、テーマの選定が行われました、はい、いやあのもう世界中のトレンドのメッカともいえるようなヨーロッパですらもう今、はい、ネイルのトレンドはこのステージに注目をしていると、はい、ありがたいです。本当にありがたいですね。もう世界各国からご取材いただいていて、ね、日本のネイルがこれだけご注目いただいているのかっていうのは、はい、すごいなんか嬉しい感じですね。もう世界一美しい指先、はいはい、まさにね、まさにこのネイリスト協会は、本当にこのネイルトレンド配信し続けて、もう年経ってるんですけども、毎回毎回年2回ネイルのトレンドを定期的に発表している団体がなかなかないみたいなんです。なるほど、はい、なので最近ではやはり世界のネイル情勢を私たちが決めているとリードしていると、はい、言われています、はい、さあそしてこのテーマのもとに作品を作り上げたのがトレンドデザイナーの皆さん方でございます。はい、このトレンドデザイナーの皆さん方も、認定講師の先生方の中から選ばれた。そうですよ、はい、ユースのメンバー3000人以上の認定講師が今我々、はい、抱えております、はい、その全員で、いわゆる、まあ、投票といいますか、選挙をします。選挙をして、はい、もう公平に選ばれたネイリストの、はいはい、トップネイリストたちばかりです。そうですね、もうトップ10、もうケアの技術、エクステンションの技術、アートに関してももう全てに関して申し分のない、はいはい、テクニックのある、もちろん多分サロンではお客様がたくさんいらして、そうです、ね、たくさんお客様の気持ちが分かるネイリストさんたちだと思います。あ、そこ大事ですよ ね、 ね、はい、トータルのネイルの技術の高い、そして感性の高い皆さんということでございますね、はい、さあそれではですね、そんな、トレンドデザイナーの皆さんをご紹介紹介してまいりたいと思います。 Tokyo Mars Collection 2018 Autumn Winter ネイントレンドテーマモーブを艶やかに表現したトレンドデザイナー Team Japan NPO 法人日本ネイリスト協会の認定講師3000名を超える中から選ばれた10名のトップネイリストの皆さんです。有本幸代、深田恵里、野尻さなえ、伊出井由美、藤田岡ゆりか、中山千恵子、国松美恵、井筒貴子、黒崎恵里子、岩井千恵、
さあトレンドデザイナーティームジャパン2018 10名のトップネイリストたちにお揃いをいただきました。さあこの後ですね、テーマに沿った作品をこちらのステージ上にて、今回は実際に皆さんにデモンストレーションを交えてご覧をいただきたいと思います。先生方そうそうたる面々ですね。もう可愛いし、はい、イケてるしかっこいいし言うことなし、言うことなし、はい、はい、さあ、それではですね、そんなトレンドデザイナーティームジャパン2018の皆様、まずはご紹介をさせていただきました。どうぞ大きな拍手でお送りください。さあということで、今回はあの先ほどからお話にある通り、はい、こちらのステージ上 で、はい、そうですね、実際にこのトレンドデザイナーさんの技術を見れると。本日は、うん、そうです、今まではあのネイリスト協会と、ね、うん、ホームページとか、開放誌のネイティフルという、紙面だけ、画面だけだったんですけどね、うん、はい、今日はぜひ皆さんのご要望が大きかったのが、うん、ポイントだけでもいいからデモ見せてよと、なるほど、いうところで、はい、皆さんにここでお披露目することになりました、はい、はい、ということで今のステージ上では着々とセッティングが行われておりますけれどそうそう、でもあのじゃあちょっとね小ネタで、うん、はい、あのこのやっぱり我々あのネイルトレンド、実はここのステージだけじゃなくって、うん、先生ね今回3月31日、はい、東京ガールズコレクション、そうだ、そう行ってきたんですよ、TGC、かの有名な、なんとあの TGC にネイルトレンドが進出と、うん、行ってきました、素晴らしい、やっぱりね、はい、ネイルって言ったら指先なんだけれども、はい、トータルバランスでやっぱり最後にネイルを美しくして、ね、ね、ファッションも心も豊かになってっていうところ で、はい、そうですね、素晴らしかったと思います。そうなんです、もう ね本当にあのもう朝からずっとみんな準備で、うん、トレンドデザイナーのメンバーはじめ、うん、みんなであの TGC チーム作っていったんですけど、はい、まあ、本当にあのキラ星のスターたちが集まってる中、うん、まあ、モデルさんと会える時間がすごく短いので、はい、あの事前の仕込みです ね、なるほど、その中でもやっぱりクオリティの高い技術力があるからこそ、そうそう、うん、それとやはりサロンでの接客力っていうのがすごくうん、そこにかなってると思うんです、ね、確かにね、もうあのタレントさんたちがご出演される前にやっぱりちょっと多少ピリピリモードも、ねね、うん、ある中、安らぎの空間を与えて差し上げてるのもやっぱりネイリストの仕事ですね、はい、すごくいい感じでした。でも最後はあの本当にスペシャルあのサプライズゲストで、木下ゆきなちゃんも、あ、なるほど、はい、でご登場くださってでね、憎いんだゆきなちゃんが、憎いの、ネイルね、やっぱり俺お洋服メインじゃない TGC って、はい、でだけどやっぱりネイル見せてほしいし、ゆきなちゃんと出前でずっとお話ししてたら、ありました、何やってくれたと思います、何ですか、投げキス、わー、ネイルを見せるの、だからね、TGC のファイナルビデオを多分今 YouTube とかでも見れると思うから、見ると、最後ゆきなちゃんが投げキスしてこうやって出てきてくれてるんですけ ど、 なるほど、ネイルめっちゃ見える、あ、なるほど、さすが、さすがですよね、やっぱね、売れるタレントさんは違います。ネイル愛が強かった、ね、本当にこの JNA の活動にもたくさんご協力いただいている方ですね、そうですね、ぜひあの今日じゃあお帰りになったら YouTube でチェックを、そのシーンしてみたいと思います。で、もう会員になっていただいている方たちはネイティフルの紙面に、はい、あの実は今出ているネイティフル今月号ですね、はい、細かく、はいはい、細かく TGC の時の作品載ってるんですよね、はい、うん、ぜひご覧になってください。それと美堀先生、うん、はい、今回、はい、モーブがメインテーマ、はい、だけども、そうだ、4つになってた、うん、そう、私たちはやっぱりトレンドのテーマを決めるときに一つのカラーだけだと、うん、なんとなく皆さんサロンワークに落としにくいっていうお話よくいただくんですよね、はいはい、なので、うん、まあ、少しこう細分化してイメージ別にこうテーマを決めてっているんですけども、はいはい、その中でも、まあ、今からデモンストレーションしていただくのは、はい、メイン作品以外の細かい4テーマ、はい、アイスモフモフマイ、それからレトロだ、はい、忘れちゃいけない、この4つをデモンストレーションをしていただくことになってますね、はい、楽しみです ね楽しみですね、どんなのが出るのかなと思って、はい、このモーブっていう色もその
ブルーに近かったり、はい、紫に近かったり、ピンクに近かったり、グレーに近かったりっていうところですごくニュアンスのある色だと思うので、そしてどなたでも若い方からご婦人から皆さんが選ばれて、で今ちょっとアートを楽しむんだったらその中の一色がそれがあったりとか、それだけでも素晴らしいことだと思うので、個人的にすごくモーブカラーが好きな理由がありまして、はいはい、手がすごく綺麗に見える。確かに、そうなのね、なのでこのモーブカラーの前のミューズピンクもやっぱり日本人の手元がとっても綺麗に見えるカラーなので、トレンド決めるときに私たちもすごくそこ意識してますよね。了解いたしました、はい、さあそれではですね、準備も整ったようでございますので、これより、皆さんのデモンストレーションをお楽しみいただきたいと思います、はい、ではトレンドデザイナーティームジャパン2018トップネイリストの皆さん、そしてモデルの皆さん、よろしくお願いいたします。どうぞ改めて拍手でお迎えください。さあ先ほどですね、美堀先生がご紹介くださった通り、アイス、モフモフ、マイ、それからレトロと、はい、皆さんから迎えまして、右手から順番に並んでくださっております。で先生方とモデルがもうすでにスタンバイをしてくださっておりますので、ではここからは近くに行って美堀先生実況中継でまいりますよろしくお願いいたします。お願いします。さてまずアイスの国松さんです、はい、国松さん、これは今作業としては、今からエアブラシを拭くんですけれども、それのマスキングを貼っています。はい、ベースのカラーに、まあ、なんとも言えないね、艶感、ちょっとこう透明感のある綺麗なモーブカラーが引いてあるんですよ。そこに、はい、これからエアブラシをされるということですね、はいはい、今フリーエッジの方のアートを崩さないようにそこをマスクして、はい、エアブラシをかけるんですね、はい、何色をかけるんでしょう。白かな。今から白をかけます、はい、でレースの模様にしたいのでレースの柄を当ててエアを拭いていきたいと思います、はい、ちょっとこのステージ上でね、今ね照明も暑い中ね、エアブラシコンディション考えながらね、本当申し訳ないんですけど、エアブラシは繊細なのでちょっとコンディションが悪いとすぐ水っぽくなったりします、ね、もうマスキングを幾重にもかけて、ね、やっぱりこのやるテクニック、みゆき先生、エアブラシの女神大好きですねぜひ皆さんお写真などもたくさん撮っていただいて結構ですので、動画なども撮ってください。次ライン引いてらっしゃるのは国松さん、これ何色ですか。これはシルバーで、シルバーですよね、はい、大人っぽくシャープな印象になるようにシルバーを選びました。あ、綺麗です、キラキラで、ね、もう落ち着いた雰囲気になりますね。いい感じですね。でもやっぱこういう時のこの筆の小指の支え感、ここが全ての技術出ますね。国松さんも世界チャンピオンですもんね、はい、ありがとうございます、はい、さあ今ランプで、今国松さんがやっぱりそのモーブっていうテーマをお題をいただいたとき、はい、こんな作品作ろう、モーブのアイス、こんなの作りたいなっていうのは はい、どこがポイントでしたか。アイスということで、うん、モーブでも重くならないように、うん、クリア感で、軽やかな感じででも大人っぽい、モーブを表現したいと思って作りました。なるほど、なんかクールでね、ちょっとレースも入ってるし、そうですね、クールスタイリッシュなんだけれどなんか大人の上品さがあるみたいな、ね、はい、今レースも流行ってるから、パーツがまたね可愛いんですよ先生、可愛い、花びらですね、シェルなんですけれども、あ、シェル、少し花びらをイメージして配置しています。もういい感じですね、シェルの花びらのような感じで、冬、秋冬のモードの展開ではあるんですけども、はい、今やっぱりトレンド全体が秋冬でも夏のこの軽やかさみたいなものが差し込んでる、トレンド多くって、すごくとても、あ、すごい、まあ、やってみたくなるようなアートですね。最後にこのパールを置いた周りに、小さなクリスタルのストーンを置いて終了になります。
さっきのあれですね先生、はい、ベースのエアブラシがここで効いてきますね。そうですね、軽やかさや透明感がとても綺麗ですね。これ国間さん、やっぱりこういうストーンとかを置く時の配置バランスってどんなことを気をつけてますか？そうですね、クリエイティブ作品なので、少し華やかめになるように、で、サロンワークではそれを1本だけにして、ポイントでちょっと豪華めの1本として取り入れられるように、どちらでもいけるように今回は考えました。確かにやってみたくなる。ありがとうございます。はい、このような感じで最後に硬化して完成になります。はい、ありがとうございました。繊細なアートだからやっぱりブリオンとかで仕上げるのがアートを崩さなくて綺麗ですね。ありがとうございます。国間さん、ありがとうございました。じゃあ、完成に目指していってください。はいはい、さあ続いてはモフモフ。はい、モフモフちえちゃん。はい、今日このイヤリングもモフモフなんでね。あ、そうなんです、モフモフ合わせてきたんです、これ彼女がモフモフしてるそうなんです。で今ちょうど、ワンカラー目は固めて、はい、2度塗り目を固めてない状態の状態で、ね、この指キルティングをちょっと作っていこうと思うんですけど、これちょっとね専用のジェルと混ぜる 3D パウダーがあって、はいはいはい、これをそのまま、うん、もうこの固め2度塗り目固めずに、うん、上から振りかけちゃいます。かけちゃう、なるほど、かけちゃいます、もうこのまま、はいはいはい、なのでパウダーもったいないので下に新しいペーパーを引いて受けてるんですね、ちゃんと受けてる、受けてる、そうです、え、ほんです、引いて、受けてます、かなりもっこり持ってますよ、かなり乗せちゃっていいです。で、はい、これをちょっとね少し指で軽くちょっとなじませていきますね。なるほどなるほど、ポン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 と。美味しそうだね。でこのジェルがそう固まってないので、はい、パウダーがこのジェルに混ざってくれるので、ちょっとまぶしたパウダーを一回混ぜていきます。はい、そしたらこれをさらに、これすごいキルティングがすごい簡単にできるんですけど、はいはいはい、このままちょっとねエタノールで糸を濡らします。確かに糸ですね、今持ってるのはね、糸にミクスチャーくっつかないようにこのジェルが、うん、ちょっとこの指の下にポンと置いてもらっていいですか。ありがとうございます。支えね、あ、そうです、ここ大事だね、支えです、はい、ここにこのままクッといく、キュッと、なるほどなるほど、はいはい、これやっぱりポイントですよね、エタノールをつけとくっていうところが、そうですね、この下に台ないと結構モデルさんとかお客さんの指がキュッキュッって落ちちゃうから、そうですね、そうなんです。あ、可愛くついてきた。キルティング柄の生地のようなね。はいはい、確かに。そうです。これ秋冬感満載ですね。やった、はい。これをそのまま一回固めます。はい。あ、ライトの中に。そう、ファッションでもすごく最近出てますもんね、キルティングっていうか。そうですね。うん、これなんかね、このモフモフパーツに隠れちゃってね、キルティングが見えなくなっちゃう。見えにくいんですけど。でも実は全部のネイルにね、なんか入ってるんです。ここにそうキルティングがあるんです、ね、本当は。ね、本当はね。そうなんです。後でゆっくり見てもらいましょうね。はい。はい、でもうこれは固めちゃったら、はい、あ、出しちゃってください。もうこれをパウダーさーって引くと、キルティングの模様が入るんです。本当だ、完成、かわいい、なるほど、はい、これであなたもシャネラー、はい、大丈夫です、黒とかね、白とかね、黒とかね、はい、白、いろんなのできますよ、はい、いろんなパターンで、今日はモーブだけどね、そうですね、モフモフしちゃって、そうですね、はい、中山さんにとって、はい、今回のモーブのテーマお題、モフモフってもらいました、はい、難しかったよね。いやでも、うん、モフモフっていうものがもともと丸いものがすごい好き、うん、なるほど、だからあ、モフモフねみたいな、あ、なるほど、あ、でもじゃあ来たなと、はい、モフモフ、これは私のテーマだと、そうですね、来た瞬間に、うん、実際サロンワークでこういうモフモフつけれないじゃないですか、確かに確かに、つけたいから、うん、いいですかって、なるほど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 、聞きましたね、はい、聞きました、はい、これは皆さん、はい、サロンワークではお客様のご許可いただいてからという感じですかね、はい、はい、そうなんです、せっかくショーなんです、テクニックね、やっぱりキルティングのテクニック、なんか応用いろいろできそうですね、あ、できるのでぜひ皆さんもやってみてください、うん、はい、はい、以上です、はい、以上でございます、最後仕上げていただいて、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。マット仕上げが欲しい方っていうのは今みたいなのがいいんじゃないですかね。確かに先生、マットな感じでね。今ね、マットいっぱいいろんなメーカーさんからも出てますからね。はい、
はい、ありがとうございました。はい、次三浦先生お願いします。はい、井筒さんよろしくお願いします。はい、そうしましたら、はい、はい、お願いします、はいはい、もう今途中まで作ってる状態なんですけど、はい、まず最初に、ホログラムを使って中に埋め込んでスカルプチャーの、はい、スカルプチャーで土台を作ってます、うん、これじゃもうアクリルで。そうです、アクリル、はい、さすが世界チャンピオン、はい、さすが、はい、でその上にマスキングを貼り、はい、エアブラシを今3色こちらの肌なじみのいいピンクから、はい、そこから薄い紫、はい、でちょっとアクセントに濃いめの紫を使った絵の具を使ってエアブラシでこのようにグラデーションを作ってます。なるほど、はい、まさにモーブのグラデーションになってますね。そうですね、はい、このエアブラシのグラデーションやっぱりタッチが優しく出てやっぱ綺麗ですね。確かにそうですね、やっぱ女性らしさをイメージしたので、うん、ちょっと柔らかい感じ、優しい感じを出してみました。はい、そうしましたらグラデーションが終わったところでこのようにマスキングを外し、はい、じゃあちょっと3分クッキング状態でよろしいですか先生。ちょっと時間の都合上、はい、差し替えます、差し替えます。はい、いきます。パカッと外し、はい、ワンコートした状態です。次の皆様に見せたいのでこのようにしてます。はい、ワンコートした状態がこのようになってます。はい、なるほど。ここのワンコートっていうのはトップコートですか。そうですね、トップのジェルをワンコートさせていただいてます。で、ね、はい、でその後にここからラインストーンやパーツを乗せていきたいと思います。なるほど。またねこのね井筒さんのパーツ乗せがみんなサロンワークねやる方たちがね真似してほしい、真似してほしい。ありがとうございます。ちょっと薄くコーティングし、はい、そこにまず手作りで作ったこういうエンボスの、エンボスじゃないですね、 3D のパーツをこのように小花を乗せます。アクリルですか。アクリルで、はい、作ってます。皆さんアクリルの時代また来てますよ。そこにちょっとパールなどをあしらって女性らしさをさらにアップしキラキラ感も出していきます。なるほど。もうこのベース、あ、じゃあトップジェルを使って接着力を使ってどんどん乗っけていくわけですよね。そうですね、はい、はい、ちょっとやっぱりモーブ系のこういう紫を使ったりあとはピンク系を入れて女性らしさを出して華やかにして作ってます。ちょっと大きいストーンから乗せていって小さめのストーンをまたその隙間に入れてバランスをとってます。うん、やっぱりそのアートをまたアートで重ねていってまたクリエイティブになっていくっていうの素晴らしいですよね、うん、なんかね、そうですね、まさにこれこそ綺麗なのにまだ乗せていくっていうね。本当ですね、ベースがあるからこそこの奥行き感が、そうそうそう、うん、またねストーンの色の選び方が絶妙です ね、うん、ですね。ありがとう。そのモーブの色も生かし、そうです ね、クリア感も生かして、はい、大きさも、はい、ちょうどいいと思います。特にこのマイモーブはモーブカラーのグラデーションをテーマにしている、まあ、テーマでもあるので、うん、そこをすごく生かして作品作ってくださってると思います。はい、はい、でこのように仕上げて、はい、でジェル固めていきたいと思います。かしこまりました。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。さんこのまま、はい、はい、じゃ仕上げに入ってください。ではいよいよ最後ですね、はい、レトロ黒崎恵理子先生、黒崎さんです、よろしくお願いします。お願いします。なんか普段エリちゃんって呼んでるんでちょっ ちょっと自分も照れくさかったんですよ。さあ最後お願いします。はい、ベースでもちょっとこうモーブっぽいカラーが塗ってあってその上に濃いこの紫を中心にトントントンって置いてるんですけど、はいはい、その周りにこういうちょっとパステルのカラーのお花がぼかしてあるような感じでお花が置いてあって、うん、その周りにこの白い輪郭のお花、花びらがこうふわっと乗ってます。これも全部ジェルで、はい、ジェルで描いてます、はい、で全部描いてからその上にトップジェルを一度塗ってまだ硬化してない状態です、はい、でそして、そのこのお 花びらの周りにこの細いライナーでこの輪郭を取っていくんですね。でこれもあんまりこうなんて言うんでしょう、きっちり取るっていうよりは少しずらすテクニック、はい、さすが。これがね、ちょっとね、本当はみんなそばで見せてあげたい。もうね、すごい可愛い奥行きがあって、うん、こうなんて言うんでしょう、立体感がこう
なんて言うんでしょうね、きっちりやってしまうとあんまり可愛くならないというか素敵にならないんですけど、うん、確かに確かに、こうジェルが間に挟まってるから、はい、そうなんです、ね、このちょっとずれてる感が可愛いですね、うん、ちょっとこう内側にこう花びらの内側に入れてあげたり、うん、はいはい、で太さもいろんな太さがあっていいと思うので、う、ね、もっと埋もれてるように見えるかもしれないですね、はい、確かに、ね、奥行き感がちょっと上げるので、このモーブにやっぱり白、それからこの使ってらっしゃるモーブがレトロなんで、ちょっとこうグレーシュで、はい、ヨーロピアンのカラー選んでるのがレトロ感出てますね、はい、そうですね、この色選びがすごくレトロなので大事だなと思って、うん、ありがとうございます。黒崎さんにとってちょっと書きながら聞くのも大変だと思うんですけど、はい、今回のこのお題モーブのレトロもらった時にどんな風な作品作ろうって、なんかこう一番思ったイメージってどんなところですか？すごいこうレトロって言っても変にこう和すぎずに、確かに、でもこう華やかな、こうはまあ、華やかなこうたくさん柄があるイメージっていうんですかね、がすごくしたので、それをイメージしてこう、まあ、お花だったんですけれども、お花を作るこうなんかたくさん入れたいなっていうのはすごくあって、こうシンプルっていうよりはちょっとこう華やかな雰囲気があった方がいいかなっていう感じで、こういう感じでちょっとこう周りに輪郭みたいなものを描いていきます。うん、ファッションでもお花柄ってちょっとレトロチックですよね。そうですね、でもここのところ出てきてますもんね、はい、確かに確かに、お洋服でもね、ムーブメントですね、はい、すごくね、だからこう、モーブのカラーと確かに白、しかもグレッシュ使うとちょっと和っぽくなりがちなんですけど、うん、すごくなんかちょっとフレンチな感じのね、作品になってますね、はい、確かになんかちょっとこうパリの小粋な感じみたいな、はい、そんなヨーロッパのこう街並みを連想させるみたいなレトロですね、はい、そうですね、そしたら、はい、ちょっとお花の中にグリーン、花びらじゃなくて葉っぱ、なるほど、葉っぱを入れたいので、はいはい、でもちょっとこうきっちりとした葉っぱっていうよりは ぼやかしたいので、このチップを使って入れてきます。チップにグリーンのジェルつけました。グリーンとイエロー、黄色もつけました。ここメイクのスポンジチップですね、はい、メイクのスポンジチップですね、でこれをこうトントンとこう、あ、これ使えるね、使える、これみんなすぐ使える。これはなんかマーブルとかに見えたりとか、大々っぽく見えたりもするので、確かに、はい、であんまり濃く入れたくないので、本当にふわっとものなんですね。ごめんなさい。あ、これが入ると瞬間、ね、さらにさが鮮やかになりますね。確かにそうですね。うん、世界観がなんかこう生まれてきますね。確かに。さすがエリちゃん。グッときます。こういうやっぱりなんかみんながこうね、すぐサロンワークで使えるテクニックを、うん、そうですね、皆さんに今日はご提供できてよかったと思います。はい、大丈夫でしょうか。そして中心にフリオンを乗っけたりとか、あとこのクリスタルピクシーをキラキラを乗っけたり、あとこの小花も少し押し花の小花を乗せたりとかもしてます。なるほどなるほど、はい、いろんなのが入ってるんですね、はい、じゃあこの後、まあ、完成体はショーで、はい、って感じですか、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、以上トレンドデザイナーティームジャパン2018トップネイリストの技術をご覧いただきました。ではどうぞ会場の皆さん4名のトレンドデザイナー、そしてモデルの皆さん、大きな拍手をお送りください。皆さんありがとうございました。さあということで、この4つの、ま、テーマの作品を、はい、ま、デモンストレーション交えてご紹介いただきましたけれども、はい、さあこの後はいよいよメインの作品が、そうですね、はい、登場いたします。モーブの、ね、テーマでもうバッチリそのイメージ感を作ってもらった、うん、はい、作品になります。かしこまりました。それではご紹介をさせていただきたいと思います。このメインの作品、イメージ作品をデザインされましたトレンドデザイナーティームジャパン2018岩井千恵さん、そしてモデルさんのご登場でございます。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。さあ、では三堀先生、三木先生、ぜひよろしければお近くからお願いいたします。はい、ではちょっと行ってまいります。岩井千恵さんはね、そうトレンドデザイナー今回のトップ1ですからね。
はい、トップ1メインを担当いただきました。背も高くなってるかもしれない。で実はあの岩井さんがあの作品この、 あのネイルトレンドメディアの方たちに向けてのリリースを配信させていただいてるんですけども、そのリリース配信の作品も作ってもらってます。あの、はい、教会 の、 あのブースにある実はあのパープルのね、あのモーブのポスターが、あの岩井さんのネイル作品が入ってます。で今日これですけども、先生かわいいね。かわいい、本当にさすがと思うけれども、ですね、モーブっていうお題もらって、どんな作品作ろうと思って今これ作られました？はい、ですね、まずそのモーブというところで、あの癒し系のカラーだと思うので、まずその癒し系のカラーで質感をどう表現しようかなと思ったんですけれども、なるほど、はい、このダマスク柄になっている部分をちょっと立体的に仕上げまして、ニット感というか、なるほど、その、はい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 、温かみを出すような質感で仕上げまして、でその間ちょっとすりガラスのようなちょっとマット感を出したんですけども、ちょっとシルクのような質感を出した上で、であの中央にちょっと大ぶりのお花を置かせていただいたんですけれども、大きくこう華やかにというところで女性らしさですとか自分らしさというところを表現してみました。これはマテリアルとしては全部ジェルですか？そうですね、ジェルと中央 の、 立体の 3D の部分はアクリルで、アクリルで、はい、出ますね。はい、使って今回そういう意味では本当にトレンドデザイナーの方たち、みゆき先生いろんなマテリアル使ってるんですよ ね、 すね、一つのアイテムで作り上げるってことは絶対って言っていいほどないですよね。そうですね、やはり3つ4つ5つぐらい、はい、でもやっぱり引き時を知ってるので、これ以上やっちゃったらちょっと、もうやりすぎかな、はい、乗せすぎかなっていうタイミングがね難しいですよね。そうですね、いよいよ先生、ね、はい、モデルさん、今度はこの後、はい、トータルビューティーでネイティフルで見ていただけるシーンですね。また次のステージ、じゃあ、はい、楽しみに、はい、ありがとうございます。はい、トレンドデザイナーティームジャパン2018岩井千恵さん、そしてモデルさんでございました。ありがとうございました。どうぞ拍手でお送りください。さあどうぞ先生方、いや、 やっぱりメインの作品も素敵でした。もうどの作品もでも素敵でした。さあでもここから先、皆さんやっぱりネイルサロンでネイルをご提供するときに、やはりネイルだけじゃなくて、ネイルから発信するトータルビューティー、ネイティフル、はい、ヘアもメイクもそしてファッションもですよね。そうですね、そうすると心も綺麗になっちゃう。なるほど本当ですか？それは嬉しいですね。はい、はい、さあそれでは準備も整ったようでございますので、いよいよここから、はい、ネイルから発信するトータルビューティフルネイティフルということで、皆さんに全体をお楽しみいただきたいと思います。東京ネイルズコレクション2018オータムウィンターネイルトレンドテーマモーブ、どうぞご覧ください。先生まずもうアイスですね。実は秋冬なのにモーブのアイスってどういうことっていう、そんなテーマではあるんですけども、この実はファッショントレンドのカラーの中で秋冬、アイスグリーン、アイスっていうね、すごくクールな、そしてこの先進的な殻を破ろうみたいなイメージのカラーが出てきてるんですよ。なるほど、はい、なのでそれをちょっとうまくモーブと組み合わせて、ね、ちょっとこう、はい、マニッシュな感じのファッションで表現してみました。クールスタイリッシュの中に、まあ、上質な大人の女性の品格を感じさせるような そんなネイルですね。今日のモデルさんにぴったりですね。ぴったりですよね。私大好きなモデルさんなんです。私も笑っちゃダメだよでもやはりアイスってやっぱり秋冬だから、冬になると、はい、ちょっと雪も降ったりとか、氷の世界というイメージもあるから、穴雪でもあった。なるほど、そういう感じですね。さあ次かわいい曲になりましたね。もくもくもくかわいい。さ
からさっき、ちえちゃんがデモンストレーションしてくださった中山ちえちゃん、はい、中山ちえちゃんですね。キルティングのベースになってるモフモフです。先生、でもこの今映像出てるモフモフ、サロンだったらこんなの、うん、そうですね、いいですね、うん、お爪も短い上に可愛くアートできますもんね。うん、さっきのテクニックをこの10本に使ったんですね。そうですね、うん、クリエイティブとアレンジということで、2スタイル提案をしております。秋冬なんでやっぱりちょっとあったかいミルキーカラー、なるほど、それを、はい、あのモーブと絡めていただけるとこんな可愛い表現できますね。なるほど、マットでなんかこうニットとかカシミヤとかなんかそういう柔らかい、ね、感じ、モフモフですね。先生のベッド周りモフモフのぬいぐるみだらけなんですよね。さあ続いてまいりましょう、マイモーブ。さあマイモーブはまさにモーブのカラーのグラデーション、これぞ私、私らしさ、私よっていう、やっぱりこうみんな居心地の良さをすごく今求めているので、そうですよね、そんなものをちょっと表現してみました。なるほど、なんかこう癒しを感じるというか自然の中からこう、はい、パワーがもらえるようなあのグラデーションが、そうですね、素敵ですね。なんか夕日や朝焼けの空を見てるようなそんな綺麗なグラデーションです。ね、マイモーブのモデルさんちょっとこだわって、実はでもね、あの海外から今日本に帰国されたばっかりで、そうなんですね、あの、すごくやっぱりマイ、マイ、私っていうのを持ってらっしゃる方なんで、このテーマにぴったりだな。そこまでもしっかりとあれですね、アレンジされてるわけですね。オーディションとか大変ですよね。ね、あの大変ブラシーワークをあの駆したアートだと思います。素晴らしかった。さあ最後にレトロモーブ。レトロールも、あのレトロはさっきあの黒崎さんが、うん、作ってくださった作品だったんですけども、うん、色味的にはちょっとこうシックな、うん、グレーシュな、そしてこうヨーロピアンな、うん、そんな色味のこう追っかけをしていくとレトロ感が出てきて、またモチーフとしてはみゆき先生がさっきご説明いただいたみたいなフラワーモチーフ、これが今年らしさを、はい、出してくださいますかね。大きい花に小さい花を重ねる、小さい花に大きい花を重ねてまた輪郭を取るっていう、はい、重ね重ねっていうのがすごく、はい、今回の今モデルさんがなさってるのもそういう風なお花ですよね。確かに今なんかスイーツでも重ねが流行ってるって朝やってました。そうなんですね。はい、なるほどなるほど、ちょっとノスタルジックな雰囲気が、そうですね、クラシカルで素敵ですね。お色も茶色もちょっと使ってたりとかっていうのも秋にふさわしいかな。確かに、うん、そうですね、モーブに茶色合いますね、はい、うん、大人ですね、はい。という感じのトータルビューティーネイティブルでモデル彩香さんが表現してくれてますね。美しい、美しいですね。やっぱり先生ネイルはエレガントですよね。エレガントですね、うん、そしてこのモーブのサブテーマにもある品格と、うん、はい、そして遊び心、うんうん、これがやっぱり大人の女性がネイルを楽しむとても大事なキーワードに、ね、うん、なってくるんじゃないかなと思います。まあ、そこに品格があるからこそこの遊び心が生きてくるっていう、はい、そうですよね。でもやっぱりネイルを大好きなこの会場にお越しいただいている皆さんだからこそ、うん、いろんなマテリアルをこう使い分けて、うん、そしてネイルを楽しんで、ぜひお客様に、皆さんが楽しむからこそお客様もワクワク楽しんでいただけると思うんですよね。そうですね、まさにこの作品群を見てるとなんかそのワクワク感が伝わってきま す、はい、だって誰よりも私たち一番ワクワクしてるんですか。ドキドキもしてるんだけど、あ、そうですね、ワクワクも人一倍してます。はい、東京マウスコレクション2018オータムウィンターモーブ、すべての作品をご覧いただきました。モデルの皆さん、そしてトレンドデザイナーの皆さん、木下先生、金子先生に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。